打掌の周回へと入っていきます。3番松浦裕二が前に出ました。さらに外を叩いてきたのは9番の岩本俊介。さあ9番岩本が前に出ていく。さらに後方からは7番の増井が一気に踏み込んだ打掌を迎えます。打掌を迎えて7番増井匠が先行体制。8番の山口が現在3番手から2番手まで踏み込んできた。4コーナーから直線コース、8番山口健也が最終的に主導権を握って7番増井匠がすっぽりと番手。3番手が1番平原浩太、その後方9番岩戸が俊介がついてバックスレッチ入っていく。番手まくり放っていくのは7番の増井匠。さあ先頭は7番増井に変わっている。そして現在2番手は1番8番並走状態になって4コーナーから直線コース、7番の増井が粘って番手から1番平原、さらに外9番突っ込むが1番1着到達は1番平原。レースは早くも打掌の周回へと入ります。広島勢が上昇してくる、その動きを牽制しながら中段から1番山口健也が前に出ていくのか。さあ牽制状態からここで8番の川村正明、4番の芦沢大輔、この2人が前に出ていきました。7番の岩本俊介が3番手になって1番山口中段5番手打掌を迎えていきます。打掌を迎えて8番の川村正明が先行体制、そして7番岩本は現在3番手につける。1番山口は中段5番手一本棒の体制で4コーナーから直線コース。レースはいよいよ最終周回に入る。逃げるのは8番の川村、そして3番手は7番岩本、1番山口は現在5番手一本棒の体制、6番木村は現在後方の8番手バックスレッジ入っていく。3番手から7番の岩本俊介がまぐっていく。それを牽制する4番は第3コーナーの側に向かって先頭は7番の岩本俊介、番手は3番の佐藤慎太郎、3番手は4番の明日は1番山口、中段から追い込むか。7番の岩本俊介、ゴールは7番3番1番の体勢でしょうか。さあ4番下が踏み込んでいく。7番増井、ここはどうする、突っ張っていくのか。1センターのカーブにかかりました。さあ7番の増井が突っ張って、おっと落車がありました。8番の不破正人が落車となっています。さて7番の増井が先行体制、打掌を迎えていく。東の三塁が前段、9番の山川正人が現在中段4番手、その後方5番手が並走状態、2番岡村淳、6番の松本が並走となってレースはいよいよ最終周回に入っていく。さあ7番の増井がペースでかける形となりそうです。番手は1番平原浩太、3番手は5番の大森圭一、その後方9番山川正人、集団4番手バックスレッジへ入っていく。7番の増井がペースでスイ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 とかけている。車間を切って現在2番手が1番平原浩太、後方から9番の志田流星がマークに追い込んでくる。それをブロックする1番平原浩太、直線コースに帰ってきた。7番の増井追い込み、1番の4番、さらに最長追加は5番と。さあ3番の谷口がまず前に出てきた。レースは打掌の周回が耐えています。
前に出ていくのは8番坂本博美、東のラインが前に出ていきました。3番田西が現在中段の4番手、2番松浦が現在後方8番手、まもなく打賞を迎えていきます。さあ一気にペースが上がって、8番の坂本博美が今日も風を切っていく。3番谷口が中段をキープして現在4番手、インをスルスルと作って現在8番手になっている。さあ2番の松浦は現在後方7番手となって、レースは最終周回に入る。逃げる8番坂本博美、東のラインが依然として前段の布陣、3番谷口が中段の4番手をキープする。その中段から3番谷口良平がまくっていく。第3コーナーのガンガンだ、先頭は3番の谷口か、しかし番手まくりは5番の大月博之で、第2センターの側に勝った。松浦も中を割ってくる、直線コースに帰ってきた。2番の松浦が伸びるか、5番の大月博之、2着争い2番4番接戦です。さあ9番岩本、2番の佐藤慎太郎、この2人が前に出てくる。レースは打賞の周回へと入っていく。前で構える3番増木匠、さあこのまま突っ張っていくんでしょうか。3番増木が依然として前で構える。後方から地元勢が踏み込んでくる。一気にペースが上がっている。打賞を迎えました。さあ打賞とともに、さあ3番の増木、そして6番下が、ここは強引にレースの主導権を取った。その番手に3番の増木が切り込んで、4コーナーから直線コース、レースはいよいよ最終周回。逃げる6番の志田流星、番手は1番山口健也が守った。3番手が3番の増木匠、その後方5番の平井は現在4番手でバックスレッジに入っていく。3番手から3番増木匠がまくっていく。合わせるように番手からは1番の山口まくる。さらに後方まくってきたのは7番の松浦裕二よ。4コーナーから直線コースに帰ってくる。5番の平原が番手から猛追するも7番松浦、ゴールは7番5番4番の体勢です。Thank you.